キルの砂肝のコンフィレバーのパテを、塗りテーブルビートのピクルスを乗せた、ライ・麦パンのオープンサンドイッチ生地で包んで、オーブンで焼く、直前のパン焼きあがったミートパイジブレッツは、カキニや、両腸の内臓を意味する、西洋料理の料理用語である。ジブレッツに近い日本の料理用語には、鶏の内臓を意味する鶏もつがあるが、ジブレッツは、鶏だけでなく、七面鳥やガチョウ。 アヒルなど、鶏以外の課金や、両腸の内臓の故障としても用いられる。英語のジブレッツは、フランス語のジビエと共通の語源を、両腸を意味する古フランス語に持ち、かつては、両腸の支柱を意味した言葉が転じて、現在のように鳥の内臓を意味する言葉として、用いられるようになった。欧米の肉屋で売られている、ジブレッツには、鳥の内臓の内心臓、左脳、肝臓、 及び時には、その他の消化管が含まれているのが一般的である。欧米の肉屋で、鶏肉が丸ごと一ブ分売られている場合、ジブレッツが付属していることが多く、普通は袋詰めにした、ジブレッツが鶏の胴体から内臓を抜いた対抗に入れられている。定義上は、ジブレッツに含まれないが、解体時に切り離された鶏の首もジブレッツの袋に一緒に入れられていることが多い。 この鳥の首肉はジブレッツと一緒に調理されるのが一般的である。鶏肉は特にスーパーマーケットで売られる場合には生肉のパックになっていてジブレッツが入っていないものが大半である。生肉とは別にジブレッツだけで売られていることもあるが、鳥の内臓は欧米では食材としての需要が少ないため消費者に販売されずペットフード業者に引き取られている場合が多い。 ジブレッツを用いた料理は数多くある。鶏に詰め物を押してローストするときに細かく刻んだジブレッツを詰め物に加えるのが伝統的な調理法だが、アメリカ合衆国のオームシは主に食中毒を避ける観点からジブレッツを鶏肉と分けて調理することを勧めている。鶏肉と別に調理する場合には、ジブレッツはジブレットパイやジブレットスープ、ジブレットストック、 特に、アメリカ合衆国南部では、好んでジブレットグレービーの材料として用いられる。ただし、レバーについては、独特の強い風味で、他の食材の味が圧倒されるのを避けるため、ジブレットグレービー以外の料理には、他のもつと一緒に入れず、パテや焼き鳥など、レバー専用のレシピに用いるのが、一般的である。また、ジブレッツは、南フランス風刺中のアリコやジブレットフリカス製。 パスタソースのジブレットラグー、ケージャン料理のジブレットジャンバラヤの材料としても用いられる。ジブレットパイはジブレッツを用いた伝統的なミートパイである。イギリスビクトリア女王の料理長だったチャールズ・フランカ・テリーが書いた料理人の手引きの1868年版にはジブレットパイの作り方が次のように説明されている。課長のジブレッツをには文用意し、 少量の塩を加えた熱湯で約6分間湯通しする。湯通ししたジブレッツを水切りざるに移して湯を切りながら冷ます。ジブレッツを支柱鍋に入れて人参、セロリ、クローブを刺した玉ねぎ、キッチンハーブ、黒胡椒の粒を加える。ストック、または水と少量のケチャップを加え、とろ火で1時間半から2時間とろとろ煮込む。 煮込みにかかる時間は若鶏を用いる方が短くなる。煮込みが終わったら、水切りざるに移して、湯を切り、約5センチメートルの長さに切る。この時砂肝は小さめに切る。ベーコンを並べた、パイ皿の上に置く。ジブレッツの煮出し汁を、アクを取り除きながら適当な、濃さになるまで煮詰め、パイにかける。固めた卵黄を加えて、 パイ生地で包んで約1時間15分オーブンで焼く。ありがとうございます。